東京都市計画道路幹線街路環状第1号線東京都市計画道路幹線街路環状第1号線は東京都千代田区丸の内から皇居外周を周り道地点に至る環状の都市計画道路である皇居の西側部分は内堀通りと呼ばれている都市計画道路の環状線としては皇居を中心として最も内側に位置するがさらに内側には 都市計画道路として、東京都市計画道路幹線街路放射台27号線と、首都高速4号新宿線が、主要地方道として内堀通りが走っている。東京では1923年の、関東大震災後の復興のため、1927年に、東京駅を中心に、半径約10マイルの範囲に、1号から8号までの、 環状道路と放射状の道路を配置する道路整備計画が立てられた。環状第1号線から環状第6号線までの6本の道路は既存の道路を利用して環状につなげるために必要な部分だけ道路を新設する計画で当初から環状になっていた内堀通りが環状第1号線に割り当てられた。この計画に基づき都心部の環状道路の整備が 始められていったが、太平洋戦争が始まり、戦時下となると、戦争が最優先事項となったため、道路整備計画は棚上げとなった。敗戦後は、道路整備が、区画整備と一体的となって再開されるものの、整備するために必要な予算が不足していたなどが、原因で、部分的にしか整備が行われなかったため、道路全体の構成は、 環状通りとは言い難い状況となっている。環状第1号線は、もともと都民に親しまれてきた、通称名があったため1号線の名は普及せず、一般に、内堀通りなどの名で呼び習わされて、現在に至っている。路線名は略称で表す馬場崎門交差点、と406区1、国20重,重複日比谷交差点、と409、と304国1、 国二重重福岩井田橋交差点、と三百一国一、国二重重福桜田門交差点、国一国二重国会前交差点、と四百十二国二十三宅坂交差点、国二百四十六国二重。半蔵門交差点、国二重と四百一九段坂上交差点、と三百二と四百一、と三百二重複急断下交差点と、と八、 と302と401、日向河門交差点、東京都道301号白山宿電伝町線、と301、大手門交差点、と301と403大手町交差点、と403、国一国一、国二重重福馬場崎門交差点、と406。ありがとうございます。